イゴール・アルベルト・リンキデ・ディベール・カマルゴは、ブラジル・サンパウロ州出身のベルギー代表サッカー、選手。キロボルト・メヘレン所属。ポジションはフォワード。17歳からベルギーで、サッカー選手として活躍。スタンダール・リエージュでも活躍し2013年までの契約を結んだが、2010年に、ボルシア・メンヒ・エングラート・バッハに移籍。二千十一年のブンデスリーガでの残留争いで、 後半ロスタイムにチームを救うゴールを決めた。2013年1月、TSG1899 ホッフェンハイムへ期限付き移籍。2013年7月、スタンダールリエージュへ復帰、3年契約を結んだ。2015年6月23日に2年契約で KRC ヘンクへ移籍し、自身がプロデビューを果たしたクラブに復帰した。 2016年6月15日、キプロスファーストディビジョンのアポルニコシアと2018年5月までの契約を結び、9番を背負うことが発表された。ブラジル生まれであるが、ベルギー国籍を取得し、ベルギー代表として2009年にスロベニア代表戦でデビュー。ありがとうございます。